私は雨が降るといつも頭が痛くなります。今日も雨ですから頭が痛いです。薬はあまり飲みたくありません。友達がコーヒーを飲むと頭が痛くなくなると言っていました。本当かな？私はちょっと信じられませんでした。でもコーヒーを飲んでみました。びっくりしました。本当に頭が痛くなくなりました。びっくりしました。コーヒーを飲んだところ、頭が痛くなくなりました。コーヒーを飲んだところ、頭が痛くなくなりました。すごい。皆さんこんにちは、ことのなみです。今日は JLPT-N3 の文法、た、ところを教えます。この文法は、実際に自分でやってみて、びっくりしたことを話すときに使います。友達は、コーヒーを飲むと頭が痛くなくなると言っていました。だから、私はコーヒーを飲んでみました。コーヒーを飲んだら、びっくり。本当に頭が痛くなくなりました。コーヒーを飲んだところ、頭が痛くなくなりました。これは、いい結果にびっくりした話です。悪い結果にびっくりした時も使えます。この間、フルーツパフェが有名なレストランに行きました。フルーツパフェを注文したところ、店員に、パフェは売り切れましたと言われました。パフェを食べに来たのに売り切れました？びっくりです。残念です。パフェを注文したところ、店員に売り切れましたと言われました。パフェを注文したところ、店員に売り切れましたと言われました。残念です。フォーム、タフォーム、ショートフォームパスト、プラス、ところ。コーヒーを飲んだところ、頭が痛くなくなりました。パフェを注文したところ、売り切れましたと言われました。皆さん、今日もことのビデオを見てくれてありがとうございます。これからも文法のビデオをたくさん作りますので、ことのビデオを見て勉強してください。またことには日本語を勉強するためのいろいろなクラスがあります。ぜひホームページをチェックしてください。じゃあまた次のレッスンで会いましょう。またね。Please remember to subscribe and turn on notifications.